川崎重工のミュール3010サイドバイ、サイドビークルは多用途四輪車の一種である。2名、または4名が乗車できるオフロード車両である。ユートブあるいはローフとも呼ばれる。サイドバイ、サイドビークルの外観的な特徴は、並列複座で、横1列2名、または2列で4名分の座席を備え、座席後方には、平型2台が備えられ、車体の枠構造が、 乗員の頭上まで囲んでいるのが一般的である。数と乗りのオートバイやバギーに対して座席が並んでいることが語源になっている。ただし、乗員を覆う。車室構造は持たず、ドアや前面窓もない場合が多い。運転装置は丸型ハンドルとペダル操作式のアクセルやブレーキを備えている。製造しているのは基本的に オートバイメーカーで、この種の製品分類を ATV の一部と位置づけるメーカーもある。狩猟業や農業、畜産、林業、キャンプ場運営、海水浴場運営などの業務で移動手段として用いられるほか、アウトドアスポーツの移動手段やスポーツ走行にも用いられている。アメリカでは一部の州で行動走行が許可されていて、低燃費を理由に需要がある。 日本では2015年6月5日に、初めて輸入業者の株式、会社ホワイトハウスオートモービルによって、ポラリスインダストリーズのレンジャー XP900 を高動走行できる大型特殊自動車として登録して販売開始した。レクリー・シャネル・オフ・ハイウェイ・ビヒクル・アソシエーション。オフ・ハイウェイ・ビヒクル・アソシエーション。2011年8月2日、閲覧。 レクリー・シャネル・オフ、ハイウェイビアケルズ、オルソー・ノオーガーズ・ユトブス・アンド・サイド・バイ・サイズ、一般的に、日本の軽トラより小さいサイズ、エイテビ・プロダクツ。ヤマハ・モーター・オーストラリア対、リミテッド、2015年11月16日閲覧。週刊東洋経済2008年5月24日号、ニュース、ポラリス・オフロード・ビークル、ピレリス・オフ、 ロードビアケルズ株式会社ホワイトハウスオートモービル株式会社ホワイトハウスオートモービル2015年11月16日閲覧ポラリスのオフロード車、レンジャー XP900 行動走行可能にホワイトハウスレスポンス2015年6月8日ありがとうございます